ハーブ304ラモブ長時間飛行対応と情報収集機材ラモブとはアメリカ陸軍によるラモブプログラムのために開発、選定されたノースロップグラマン社とハイブリッドエアービークルズによる軍用ハイブリッド飛行船である。ハーブ社での型名はハーブマイナス304。この機体は中高度長時間対空能力を持つ無人機として地上部隊に対し、 情報収集、監視、偵察の支援を与えることを目的としていた。2012年8月7日に、レイクハーストでの初飛行が成功した。アメリカ陸軍はコストの問題から2013年2月にラモブ計画を中止した。ハーブ社では、エアランダーと名付けたハイブリッド飛行船の商業利用の計画を持っており、その開発に利用するため2013年9月に、 唯一生産された機体を30万千ドルで買い取った。同機体は2014年にアメリカからイギリスカーディントンのハンガーに輸送され、再組み立てが行われている。かつて存在したアドバンストテクノロジーズグループが開発したスコヨーキャットコンセプトに基づいた縮小スケールモデルの実証機がハーブ社によって製作され、アメリカ陸軍に提案を行った。 シリアル番号ハーブ -3-001 は2008年に製造されジーアホブとして登録された。初飛行は2008年の9月にカーディントンで行われた。ラモブ計画ではロッキード・マーティンの開発した P-791 との競合となったが、これに勝利しハーブ社とパートナーシップを結ぶノースロップ・グラマンが主契約者としてハーブのハイブリッド飛行船コンセプトは ラモブ計画として選定された。この計画の開発合意は2010年6月14日、アメリカ陸軍宇宙ミサイル防衛コマンド、陸軍戦略コマンドとノースロップグラマン社の間で結ばれた。この合意はまた、追加の飛行船2隻を調達するという追加計画も含んでいた。設計仕様には、海抜高度6000メートルで運用でき、 行動半径は 3000km、また21日間の連続行動能力などが含まれた。搭載物のために上限 16kW の電力を提供し、滑走路を不要とし、またいく種類かの異なるセンサーを同時に装着できることとされた。アメリカ陸軍の言及では、ラモブは回収可能で再使用可能な多用途任務のプラットフォームになるものとされた。 この機材は、厳診な地帯における、広範な正式道場の作戦を補助するため前線に展開でき、またし海外の指揮と操縦を行う能力が与えられていた。ノースロップグラマン社のチームに含まれる契約者は次の通りである。この飛行船の費用は、すべてのオプション次第では1億5400万ドルから5億1700万ドルかかるものとなった。 この費用は設計、開発、そして18ヶ月間を期限とする飛行船のシステム試験、さらにまた軍で評価するためのアフガニスタンへの輸送費が含まれた。ラモブの開発予定は18ヶ月のスケジュールとされ、2010年6月に開始、約10ヶ月目には機体への機体注入を予定した。16ヶ月目、運用上の追加偽装が、 アリゾナ州のユマ試験場で実施された。陸軍は2010年6月の18ヶ月後には最初のラモブのデモンストレーションをアフガニスタンで行うという予定を立てており、また作戦の完了に続いて他の武器の建造計画を申し出るつもりだった。全体設計は頻繁に生じる遅延と技術的問題との戦いになっていた。2011年10月、 フライトインターナショナル氏は、ラモブが2011年11月に初飛行するよう、準備を整えたと報告した。報道の報告によれば、それからラモブが初飛行のために準備を整えたのは2012年6月、上旬のことだった。しかし不明確な問題によって飛行さえも順延された。ラモブの初飛行は2012年8月7日、ニュージャージー州のマクガヤ・ディックス、 レイクハースト統合基地で実施された。飛行は、機上の搭乗員たちと共に、90分間続けて行われた。初飛行の主目的は、安全な離陸と帰還を実行することであり、第2の目的は、航空管制システムと、その操作を実証するためだった。加えて、初飛行の目的には、対空性の試験とデモンストレーション及び、 システムレベルの性能確認があった。すべての目的は初飛行中に達成された。これにより2013年前半にラモブがアフガニスタンへ戦闘配備されることとなった。しかし試験飛行の2ヶ月後、陸軍は飛行船を海外に送ることに対して懸念があると述べた。理由には安全性、運用するべき船長の輸送、そして配備のスケジュールが含まれていた。 2013年2月14日、アメリカ陸軍はラモブの開発作業を中止したことを公表し、理由として資金の抑制により制限を負わされたことだけでなく、技術的、性能的な問題を挙げた。ハーブ社はこの機が解体される前にアメリカ陸軍から飛行船を購入することに関心を表した。表向き、同社はエアーランダー5050 50トン輸送飛行船の開発の ため、この購入機を寒冷な天候での飛行や他の試験に使用するものとした。2013年9月、国防総省はラモブを30万千ドルで同社に売却した。開発には2億9700万ドルが使われていた。カメラ、センサー、及び通信装備が撤去され、ヘリウムガスが売却前に抜かれた。陸軍は計画の技術データ及び、 コンピューターソフトウェアが将来の計画にとって有用となるであろうこと、また売却は資金の節約になると主張した。機体はイギリスに輸送され、イギリス空軍カーディントンの格納庫に収容され、再組み立てが行われている。ハーブ304デザイン、全長91メートルは現代では世界最長の航空機であるとしている。地上移動標的表示レーダー、 電子工学、赤外線センサー、通信リレー、ブルーホーストラッキング、信号情報収集及び電子線装備といった多数の装備と組み合わせられたラモブは、これらの能力により、既存の ISR プラットフォームを増強するとされた。ラモブは、ユーザー視界を超えての通信能力や、信号情報収集、さらにその他ほとんどの搭載装備の出力、重量、 サイズの要求を満たすというソリューションを提供することを意図していた。センサーから得られた総合データは既存の地上局に送られ、データは複数のユーザーと分析者に利用可能となる。既存のインテリジェンスサイクル、トップットとの総合運用性を持ち、情報不足の状況を改善する可能性があった。また、総合情報センサーの統合を通じ、 既存の不足や前線兵士とのギャップを軽減した。ラモブの柔軟でオープンなシステム設計により近い将来に利用可能となる技術的に最先端の搭載物を飛ばすことが可能となった。ノースロップグラマン社は軍が持っている既存の共有地上局指令センターに融和するようシステムを設計し、また機材は前線の作戦基地にいる地上兵力によって用いられた。 さらにラモブはアフガニスタンでは大型重量装備の輸送にも使用可能で競合の UAV よりも大きな利点だった。この飛行船は複合型航空機であり固定翼を持つ無人航空機に勝るいくつかの利点があった。離陸するときハーブは従来の航空機のような空気力学的な揚力を用いる。一旦離陸した後、 空中に止まるためにはヘリウムの浮力を用いる。木は地上の出来事を監視し、移動には気上のエンジンを使用する。ラモブの回避は、ベクトラン、ケブラー、そしてマイラーのコンボであり、これは相当数の消火器による射撃に耐えられるとしている。ノースロップ社は、この航空機の最大の脅威は天候で、木は 強風や雷雨に襲われる可能性があると見積もった。偵察が戦闘機で実施できる一方、二千十年の時点でこうした飛行にかかる費用は一時間飛ぶにあたり一万ドルから二万ドルと見積もられた。さらに資本再編成の費用として一万ドルが追加された。ヘリコプターは当家の戦闘機よりもっと扱いやすく、また兵器が必要とされた際には戦闘機のように介入できるが、 これらの回転翼機は、騒音が大きくて脆弱であり、非常に短い対空能力しか持たず、そして偵察に運用するならば、もっと安価でなくてはならない。ハイブリッド飛行船はいかなる小さな前線基地からもヘリコプターのように運用できる。これらの運用コストは、他のどのような偵察オプションよりも良くなるものと見積もられた。これは飛行船の対空能力によっており、 数週間程度をこなすことができる。ただし、ラモブは、ほぼ1000フィートほどの長さの滑走路を必要としており、滑走路が不要という仕様に反している。また、中期するには飛行船を固定した位置から360度に、渡り300フィートの平滑な地域を必要とし、これは運用する大部分の大型基地や、最小のすべての基地に制限を加えた。こうした、飛行船は、 安定した通信中継装置として使用できた。例としては、山岳地域における兵士の集団が他のもう一体との接触を決して失わないようにし、これは彼らが相互に直接視認できないとしても接触を確実なものとした。複数のラモブは重要な輸送車列を追尾し、主要な道路、もしくは他の主要なインフラストラクチャーを半永久的に監視する護衛に当てることができた。 大規模戦闘に備えたり、保安活動の実施のために重要度の高い市街地域を監視することができ、または国境の検問所を閉鎖するために集中させることができた。飛行船計画を担当したノースロップグラマン社のディレクター、アラン・メッカーによれば、長時間滞空する飛行船の能力は監視任務に極めて公的であるとしている。技術雑誌に対し、 メッカーは以下のように主張した。ラモブは世界で最長の対空性能を持つ UAV になり得る。これらの機体には戦闘機が着陸して生じるデータの空撃が存在しないノースロップ社もまたラモブが貨物輸送機として使用できると言及し、またこの機体には貨物7トンを毎時30マイルで2400マイル運搬するのに十分な浮力があったと主張した。 ありがとうございます。